幻のビースタイプは存在した。ふめやくひろし探検隊エピソード3。いやー、皆さんこんにちは。ふめやかひろしです。最近僕はツイッターを始めたんだけどもね。だからそれ、2042に現在イースターエッグが出没中。というわけで、何やら不穏な空気が漂う中、幻のイースターエッグ、ボックスをね、探そうということで、このボックス、箱が何やら正体は不明なんだけども、情報を頼りにね、今回はポータルサーバーにやってきました。ただ、ここは戦場。一瞬の油断が全てを無に帰すということで、命の危険だけはね、絶対に回避したい。そういうところは絶対に守っていこう。なあ。おい、どうした？おい！その時、激震が来た。銃口を耐えに向ける敵の姿が、彼の運命はいかに？おお。これはもう敵も味方も存在しない世界。世界平和に向いて、ああいやー、やっぱり現代の若者は礼儀がないね。僕たちがやっぱり少年時代の頃はお年寄り、そしてよーし、さあ、どうした？おい、離れろ。これはまずい。何者かが電波塔のワイヤーを切った。下敷きになれば命はない。これはまずいぞ。隊員の命が。おい、なんということだ。誰がこんな真似を。ここはもう安全じゃない。離れるぞ。と、いや、やっぱりコーヒーはパンチの効いた方が美味しいですね。いや、ここにはあるというふうに聞いたんだけども、ないな。ぜひこれを一度飲んでみてください。この敵味方関係のこれ飲んでいただいて構いませんから。ああ、どうぞ。このわーってこう茶筅でこう泡を立てるせいかと。わー、これは僕はちゃんと SNS で調べて、このエコー2のこのカードにあるっていうふうに聞いたんだけども、ないな。もうこういうのは全て共有しましょう。これはみんなで手をつないで一丸となって乗り越えると。君たち真面目に探しなさい。何、見つけたのか？おい、どこだ？捜索中の隊員から連絡が入った。これはロシア拠点周辺の屋上にボックスが出現か。降りるか。残り10秒の命。あ、やっぱり死にたくない。やっぱり死にたくないんですよね。やっぱり侍とも言えども、死を直前にするとやっぱり死にたくない、来たいお母さん助けてという、そういう気持ちがね、蘇るということで、全然ないじゃないか。ちょっと一旦戻ろう。これはちょっと僕には見当たらないな。よし、ちょっとこれはないんで次のステージに行きましょう。これかなり時間がかかるな。よし、ネクストプリス。あら、長時間にわたる捜索、隊員たちの焦りはやがて苛立ちに変わっていく。やっぱりこう、うわーって起きてる。なんだこのヘリコプター。おおい、大丈夫か？僕は本当に思うんだけども、現代の若者は集中力がないんだよね。そこの君たち降りなさい。本当に、あ、これはなかなかの耐久戦。2時間、もうそんなに経つのか。君たち見つけたら僕に言いなさい。あ、なんだ、どうした？お、これはまさか。落ち着け、どけどけ。うぅ、俺はただごとではないな。どけろ。ラッザッツ。その時、ついにカメラを捉えた。人々が集まる箱は伝説のイースターエッグか、はたまた他の何かか、その真実とは。これは、おぉ、おぉ。なんということだ。この混沌の流れも、彼は腹筋をすることで自己鍛錬を絶やさずに行っている。落ち着け。うわ、なんという世の中だ。これが、おお、これがボックス。これはどうすればいいんだ。こうか。これど、なんだこれは。人間はなんと愚かな生き物だ。あ、大丈夫か。くそ、冷静になることはできないのか。宝を見つけた途端、
協力し合っていたはずなのに、これは何という。おお、どけ、落ち着け、チャンスだ、私が。うわくそ心配には及ばない、私が来たからには。おお、実に人間とは愚かな生き物です。農家、ドンとキル、なぜわからない。聞いた話では、ボックスに近づくだけで報酬がもらえるという話だが、大丈夫か？行きましょう。何か、遠くの方でも人だかりができているが、この音は？え？もう一個ある嘘でしょ。これは、二個目来た。これは見つけたら電子音を聞くだけでいいんですね。簡単ですね。これですね。よーし。さあこの電子音 PPE を聞けば、何やらプレイヤーカードの背景がもらえると。さあさあ。終わり？そんなバカな。私はね、しっかりと耳で聞きましたから、なぜないんだ。どういうことだ。謎のイースターエッグの真相は、アワーグラスの砂嵐とともに姿を消した。聖なる砂漠の名もなき道路に出現した伝説のイースターエッグ。全世界のノーパッドを魅了する小さな箱、それこそがこの平和な世界に争いをもたらす最大の要因であった。この砂漠には人類の歴史をはるかに超える時が流れている。人知の及ばない事実があったとしても何ら不思議はない。イースターエッグの情報を入手して以来、休むことなく続いた飽くなき捜索。我々はその正体こそ突き止めることはできなかったが、闇の封印を解き、イースターエッグの存在を裏付ける数々の証拠をつかんだ。カタールドーハ、アワーグラスの眩しい太陽は地上の生き物たちに多くの祝福を与えていた。光り輝く者たちのなんと美しいことか。しかしイースターエッグの存在が彼らから命の輝きを奪う。エッグは命の復活の象徴とも言われる。カタールドーハで砂漠と共に暮らす人々は太陽の恵みに感謝し、そしてまた闇に潜むイースターエッグの電子音にも静かに耳を傾けていった。